久保さん今回疲れるという感じにしましょうか。まあ若い時はですね、まあめちゃめちゃやられたんですけど、やっぱりさすがに今、まあ正直早く寝るっていうのもあるんですけども、なんか徹夜とか無理ですね、多分。<laughs> とりあえずもう普通に寝ますね。まあ大体今のルーティンは朝もう仕事やるべきこと大体終わって、まあこの億万長者合宿のやりとりは、まあ時間がある時にやってるんですけど、 あのー、もう多分午前中以降仕事、まあ、このやり取りは仕事じゃないというか趣味みたいになってるんであれなんですけど、なんかもうやるべ自分がやるべきことですね。僕は売り上げ上げるためにやるべきことですね。それはもう午前中に終わってるんで、それ以降仕事しないというか、うん、てかそれ以上頑張れないというか疲れちゃうんですよね、もう。なんか集中、要は集中力が持たないというか。まあ、このね、その20代に比べると、 やっぱりそこは疲れが全然違うなっていうのは感じません、ね。その集中力の持続力だったりとか、昔とかパソコン画面ずっとね、見て15時間とか、15時間とかよくパソコン画面見れたなって、今見れないですよ。そんな15時間も。うん。多分まあ、あの、さ、毎日10時間以上はパソコン画面見てたと思いますよ。東京で働いてた時は、多分。 最低でも10時間以上はパソコン画面見てましたね。うん。うんですね。<laughs> 今見れない、そんなに。うんあ。まあ、要はまあ、疲れもどんどんその、なんだ。年取ると、うん、疲れてきますんで、まあ、やれるうちにやっといた方がいいと思いますよ。うん。やっぱね、その考えるっていうのはしんどいんですよ。年取ると。多分。うん。 だ逆に言うと、その、今まで考えてこなかった人が年、年取って,てって、そこからスタートするっていうのは、結構、至難の技だと思いますけどね。でもや、やらないといけないんだったらやるしかないし。でももう、80、90になったらもう、そもそも論になってきますんで、まあ、まあ、動くうち、やっといた方がいいと思いますよ。いってらっしゃい。